どうも、奈良コミのタカとポンちゃんです。タカさん、タカさん、はいよ。前に吉野のさ、平蔵さんいたやんか。はい。あの時にね、実はお店一つご紹介いただいたんよ。ありがたいですね。ありがたい。あの吉野山のね、お豆腐屋さんなんやけど、林豆腐店さんやね。はい、有名やからね、こちら。まあ、知ってる人は知ってるよね。五瀬の里の方にもね、あの林豆腐店さんおろされてたりとかもするんでね、まあ、実際お店でね食べたことはないんですけども、お店の中でも食べられる豆腐屋さんというところで珍しいと思いますし、なんかランチメニューとかね、スイーツメニューとかがめっちゃ豊富らしいんよ。まあ、あの吉野山のあの場所にありますんでね、ちょっとね運転ヒヤヒヤしながら行くんですけども、駐車場もあるみたいなんでね、早速ねそちらの方行ってみたいと思います。ということで行きましょう。レッツゴー。見てください、この大自然。こちらすごいですね、吉野山でございまして。山登ってきたね。はい、こちらね、あの林豆腐店さんの、まあ、駐車場になりまして、ちょっと分かりにくいんで、ね、動画を参考に行ってもらえたらと思うんですけども、まあ、広々としてますよね、駐車場。あと春の時期は止められないんでね、ご注意ください。まあ、人めっちゃ多いしね。そうそうそう。ちなみにこちらの店なんですけども、上店と中店っていうのがあって、今回ねランチとかいただくのがこの中店になるんですね。上店の方に関しましては、あのテイクアウトのみというお店になってますので。工房やからね。そうそうそう。じゃあちょっと中店の方目指しましょう。はい。ちょっとあの雨降ってまさかのあいあい傘っていうね、まあ、ほぼあの僕濡れまくりですな。私も濡れてるよ。いや今日この子さ一人用やからどう考えてもあのね、雨降る予報じゃなかったんや。もう晴れってなってたんやけど、ね、山の天気は変わりやすいよ、まさに今痛感しておりますと。こちらが植えてるかな。あ、そうやね、植えてる。めっちゃお豆腐の美味しそうな匂いしてる。そうやな。あ、到着。はい、というところでね、到着しましたね。大体駐車場から5分ぐらいかな。そうやね。まあ、なかなか雨の中結構長く感じだけど、なあ、ただ下りやから、そんなにしんどくはない、駐車場帰りやね、だから。まあまあまあ、あの最後の坂だけかな。そうやな。まあ、店内の方に到着したんですけども、こちらね、これ販売所もあるし、あとあのお店の中でランチ等をいただくこともできるという形になってます。でこちらのこういった冷蔵コーナー、こちらにあるお豆腐に関しては上店の方でも、まあ、購入できることができるらしいです。ただこういった他のいろんなね商品が置いてあるんですけども、こういった商品に関しては、まあ、こちらの方にしかないものもあるみたいなので、まあ、この中店の方にね、まあ、見に来てもらえたらいいかなと思いますね。あとなんかその豆腐ハンバーグとかも売ってるやんか。売ってる、あの冷凍おかず。そうだから地元民とかにとってもすごい助かるよな、ああいうのあったらな。で食べ歩きとかにも良さそうやな。そうそう、ソフトクリームとか豚まんとか。そうそうそう、全部お豆腐使ったな商品になるから ねっていうところでね、まあ、僕ら今回こちらの中でいただきたいというところなので、ちょっとそっちの方にも行けたらなと思いますね。じゃ行きましょうか。行きましょう。はい。ちょっとお店の方にね、こちらの林豆腐店さんのこだわりなんかをねお伺いできたらなと思いますので、教えていただけたらなと思います。お豆腐はね、やっぱりあの製造が一番大事だなと思ってて、製造に対するこだわりがやっぱり主人は持ってますので、力を入れてるところですね。はい、なるほど。創業されて何年目になるんですか。こちら、はい、祖父の代からやってるんですけど、はい、80年、はい、あとあれですよね、なんかこちらのお店、あの梅本豆腐店さんの方にご主人様がなんか修行に行かれて、はい、そうなんです。始めさせていただくときにいろいろ教えていただいてお世話になりました。僕たちも実は動画で梅本豆腐店さん行ったことがあって、あ、
めちゃくちゃ美味しかったんで、ね、いやほんまになんかこう期待をなできるようなすごくな、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。めちゃくちゃ素敵な雰囲気やな。ねえ、めっちゃ雰囲気よね。照明がおしゃれやね。そうやな、めちゃくちゃ綺麗な店内で、うん、なんかほんまにゆっくり楽しめるっていう雰囲気もあって、桜のシーズンとかやったら窓から桜がねすごく綺麗に見えるらしいんでね。いいね、うん、ちなみにこちらメニューなんですけども、こちら湯豆腐膳とか豆腐ラーメン膳とかもあるな。へーすごいな。豆腐ハンバーグ膳、豆腐つくし膳、豆腐揚げ丼膳とかもありますね。あんかけゆば丼膳とか、おぼろ丼膳とか、豆腐うどん膳、豆腐釜飯、麻婆丼膳、厚揚げ膳、めっちゃいいやん。揚げ出し豆腐膳、麻婆ラーメン膳、冷やし豆乳湯葉うどん膳、豆乳鍋膳、豆腐釜飯三品膳、めっちゃ多い。めっちゃ多い、びっくりしてる。でこれが単品かな。単品やね。単品でもこういった形でメニューあります。いいね、いなり寿司とかもあんねや。おつまみ系、生湯葉もあるで。すごいね、豆腐店って感じやな。なメニューが豆腐尽くし、すごいな。こだわり麻婆豆腐、デザートある豆腐ドーナツとかな、うん、またシフォンケーキの豆腐なんや。いいな、豆腐豚も。え、すごい。だからあれやな、うん、軽食としても使えるような。これすごいな、滑らか絹ごし黒蜜きな粉と豆腐にかかってんかな、かもしれない。枝豆豆乳ラテとか。あ、豆乳ラテ美味しそう。いちご豆乳ラテとか、めっちゃいいやん。湯豆腐膳一つと、はい、豆腐づくし膳一つ、はい、生湯葉一つで。はい、わかりました。お願いします。いただきます。ということで、まずは生湯葉の方から来ましたね。めっちゃうまそう。大好きなんやな。な結構ね、分厚いな、こうやって見たら。束になってるから。めっちゃ綺麗。うん、全然違うスーパーと。結構そのスーパーのやつって、ちょっとこうザクザクっていう感じがあるんで、これもほんまにすごい滑らかで、で味自体もちょっと豆乳っぽい味なんだけども、すごいなんか上品な、うん、めっちゃ食べやすい、美味しいわこれ。まずはじゃあこちらの湯豆腐、湯豆腐おかわり付きなんやけどね。ね、よいしょ、しっかりしてる結構、うん、しっかりとしてます。うますぎる、凝縮されてるような濃いような味が、硬さはないんだけど、うん、でもしっかりしてる、しっかりしてる、うん、でちゃんとこれさ、あの火ついてるからさ、そうそうそう、ずっとあったかいものが食べることができるから一個だけでいいじゃん、いいよ。まあ、おやつも。いいよ。そうそうそう、いいよ。結構シンプルな味わいやん。みんなおいなりさん食べたことない。なあ。たまにどうかなって思ったら、味付けすごいシンプルで。そうやん。でも素揚げがさ、めっちゃ存在感あるね。しっかりしてるよな。そう、めっちゃ美味しい。甘い、ジュワッとした感じじゃないね。そう、うん。じゃあ次はこちらの豆腐御膳。豆腐尽くし御膳や。うん、豆腐尽くし膳か。豆腐尽くし膳もいただきたい。豆腐すごいよな。こちらが枝豆の豆腐。夏だけ2種類って言ってたね。これ醤油いらんわ、こんなん初めて。めっちゃ枝豆の風味がすごい広がる。だけど枝豆の食感とかすごい邪魔しない豆腐、つるっとして、つるっとした食感を残したまま枝豆の風味を、醤油つけても美味しいと思うけど、もちろんもちろん、そのままに十分な、このままいただくな。いいよ、うん、めっちゃ濃厚、やばいで、凝縮キューされてる感じだけど、ふわっとしてるね、すごいわ。厚揚げと、ほんまに豆腐尽くしやね。厚揚げ、落ち着くわ、うん、あ、ごほうの存在感あるわ。やっぱ違う、違う、うまい。ごまの風味がやばい、めっちゃ濃厚、甘みとか一切ない、めっちゃ出汁吸ってる、
これもお豆腐の子やろ。めっちゃ甘くて美味しいですね。でもこの中で一番感動したのはこのお豆腐やな。ザル豆腐。ザル豆腐。でもお醤油ほんまにつけたくないもん。こんな食べてない。いいよ、そのまま食べて。のどかやな。はい、てなわけで豆腐茶屋林さんの方で豆腐料理いただいたんですけども、うまかったっすね、上品ということでね。僕たちが食べたね、結構ライト目のね感じのお豆腐料理であったりとか、あとがっつり楽しめるラーメンとか麻婆豆腐とかね、そういったものもあって、いろんな方に楽しんでもらえるお店だと思いましたね。スイーツもね盛りだくさんやったよね。そうだから結構ね吉野山って歩くの大変なんやけども、休憩がてらとこにもね来てもらえるようなお店だと思いますし、店内もすごく素敵で買い物なんかもできますんで行ってもらえたらなと思います。どういったら美味しいお豆腐ができるかっていうところもちょっと聞いてきたんですけども、やはりね水の量であったりとか、あとにがりのね揉み方、そういった部分でね変わってくるみたいなんで、研究されて追求されてできた豆腐というところでね、これはぜひ皆さんにも食べてほしいなと思いました。今後ともねこういったねこだわりあるね老舗なんかもねご紹介できたらなと思ってますので、ぜひ奈良コミの方チャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。他にもいろいろ SNS やってますんで、フォローの方どしどしお待ちしております。今回林豆腐店さん撮影の方ご協力いただきましてありがとうございました。豆腐大好きでまた行きたいと思いました。大満足ということで、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。